はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。今回は、八地裕介 VS 白川ダークポテトヘッドの対決です。八地選手はオールラウンダーで179センチ71キロ。ダークポテトヘッドは173センチ71キロで、まあ、通常体重も72キロぐらいしかなく、かなり体格差のある戦いです。で、ダークヘッドの方はボクシングでテイクダウンディフェンスのファイトです。サウスポーの八地選手、オーソドックスの白川ダークポテトで始まりました。プレッシャーをかけていく白川ポテト。で、八地選手はアウトローなど打ちながら形状を背負いながらサークリングしていきます。良いプレッシャーでダークポテトの方がミドルを打ち、右ストレートを打ち、プレッシャーしていきます。八地選手は来たところをカウンターで仕留めたいので下がりながらサークリングで形状を背負ってしまっています。そんな中、八地選手が左ストレート打ってもちゃんと白川ポテトヘッドはバックステップでかわしていきます。なかなかいいプレッシャーをかけていくポテトヘッド、それに対して後手後手で手数が少ない八地君です。八地君の方が組んで膝などを打っていきます。それに対してストレートからフックなどでプレッシャーをかけていくポテトヘッドです。手数が少ない八地君堂がケージをぐるぐる回りながらたまにつまずくような形です。そこでプレッシャー右ハイなどを打っていく白川ダークポテト、ただ終盤はお互い手数が少なかった1ラウンドとなります。1ラウンドなんと意外にも白川ポテトヘッドがしっかりと距離を取り、プレッシャーをかけながら打撃を当てていきます。八地君堂の方は組やタックルに行けず劣勢と言っていいでしょう。ただこの体格差で劣勢になってしまうのはかなり問題かもしれません。2ラウンド入りました。2ラウンド同じようにプレッシャーをかけるポテトヘッドで回る八地君堂でミドルを当てる白川ポテトヘッドです。ただ2ラウンドからは八地君堂の方が自分から組みに行こうとします。で組みに行こうとし、ケージ側に行き四つ組みで解除する白川ポテトヘッド。ただおそらくですが体格差、スタミナが切れてきてもう組の展開で何もできないポテトヘッド、防御しかできません。こんな状況から膝を当てられ、そしてケージに押っつけられが続きます。そして2ラウンド終盤になってくるともうスタミナ切れしたポテトヘッドがバックを取られてしまいます。で残り20秒ぐらいでバックチョークをかけられ、耐えるのかなと思ったところ意識が飛んでしまい、2ラウンド八地君堂のバックチョークの一本勝ちです。まあ正直この試合はどちらにとっても良くない試合かもしれません。八地君堂としてもストライキングの弱さを見せてしまい、ポテトヘッドとしても2ラウンドあと残り5秒ぐらいにもかかわらず防御をおろそかにし一本負けしてしまいました。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日の夜10時、明日10時ライブ配信ありますのでご覧ください。それではさよなら。